ちゃっこんにちは、豊さん。おい、ラオが怒った。わー、痛いな、痛い。まあそうですよ。今ショックですよ。何試合当ててんな、みたいな。いや、そう、何試合とか連続でしたからね。連続で当てたからね。そうなんです。あの、日本ハム戦で、そうそうそう。あの、2打席連続&翌日もという。まあそうだね。はい。それはね、ラオ怒るよ。怒りました。一触即発になるよ。はい。お前狙ってんのかと思うよね。そうですね。でそこに割って入ったのがビッグボス。ボス、はい、あの対応はいいね。そうですね、うん、君は強打者だから、うん、厳しいところに行く必要性があるんだと、うん、君はいいバッターなんだと、はい、だから、うん、悪かったなとか、はい、まあそういうことで収めたけどね、うん、まあでもビッグボスのあの対応スマートさ、はい、やっぱ好感持てるね。そうですよね。あ、それは杉本も怒れないよ。確かにビッグボスだビッグボスだってなってましたもんね。いや本当 に、 確かに。だからああいうスマートな対応っていうのはすごくいいよね。まあ熱くなるけどな。はい、そうですよね、うん、ただあれは見ていてあえてのではなくてインコース攻めた結果のっていうさ、ね、当たり前だよ、うん、いや俺もねジャイアンツ戦結構当てられた時あって、はい、その時もう亡くなった藤田元さんがね、はい、監督やられて、うん、ダガーとか言って呼ばれて、はい、あーとか思ったら監督で、うん、悪悪って抑えてくれ抑えてくれって言われたけど、まあそうなってくると結構収まるもんだよね。うん、1回目当てられた時はまあしょうがないなって言って、あのね狙ってるか狙ってないかっていうのは分かるから。あ、そうなんですね。もう星野さんの時なんかまベンチから出るし頭いけーって言ったらってどたまいったらって言うから、はい、いやいや、ほんまかみたいな、はい、ピッチャーの足がバッターに向かってくるんだもん踏み出し、いや踏み出した足が、はい、あこれほんまやなとか思いながら、うん、そういう時もあったけど、はい、まあ今の時代、うん、そういう報復だとか、はい、わざととか、うん、そういうことはまずないよね。そうですね、まずない、うん、ただやっぱこう今さこうやって手元にデータがあるんだけど、はい、そうなんです。このデータを見る限り、はい、やっぱ日本ハム戦が一番打たれてて、はい、それもやっぱこうインサイド攻められてない結果が、はい、やっぱ高打率というか、うん、パリーグの一番の結果なんだけど、はい、だからそこでやっぱこう対策とすれば、うん、インサイドは打ててないし、そうですね、ボール球にも手を出してくれてるから、はい、だからやっぱそこは攻めていくよね。際どいとこっていうところですよね。際どいところ、ただね、うん、やっぱ日本ハムのピッチャーっていうのは上沢とか加藤とか、はい、伊藤大海とか、うん、ああいうクラスだったらやっぱ厳しいとこ行けるけど、うん、厳しいとこ行っとけよって、じゃないとお前死活問題だぞって言われてるわ、はい、行くよね。行ったら技術がないから当てちゃうんだよ、はい、そうですね、うん、ビッグボスも言ってました、それは田中投手に対して。そうだろう、はい、だからもうこれはねもう仕方ないんだよ。ああ、だっていや本当にそれはね杉本の立場に立ってものを考えると、はい、たまったもんじゃないよ。そうそう、やっぱ当たりどころが悪かったら、はい、ゲームを休まなきゃいけないし、はい、せっかくここのとこ調子が上がってきてたんだよな。そうなんですよ。そう、うん、で3戦目ノーヒットなんだよ、はい、当てられた3戦目だから効果が出てるっていうことだよね結局。あ、いわゆるそうですね、うん、だから当てた方とすれば効果が出たんだと、うん、封じ込めたってことですね。そうそう、はい、だけど杉本からするとやっぱこう封じ込められたという、はい、ここでやっぱ杉本は打っていかなきゃいけないよな。それでも結果を残したら、うん、このバッターはインサイド攻めても甘くなったら打たれるとか、それでもなおかつ外は打たれるとか、うん、そういう結果を残していかなきゃいけないのに、うん、インサイド行って3戦目ノーヒット、はい、いや次も行きましょうよみたいな、うん、そうなっちゃうからそれは乗り越えていかないとね。まあそうですよね、うん、セリーグで言えば今リーグトップの四球11受けてるのがヤクルトの塩見選手で、塩見選手、日曜日の巨人戦でも3試合連続な当てられて当てられて、もう3試合目な頼むよとか言って言ってるけど、結構表情出てピッチャーを睨んでたんで、いやそりゃ怒るよそりゃそいつが3発当ててるわけじゃないけどさ、はい、いやそりゃやっぱキャッチャーに頼むよって、うん、あのなってましたからね。いやなるよそりゃそうなんです。あの連続のはあれもしょうがないんですよね。インコースを攻めた結果っていうことなんですか。やっぱね外が強いバッターはどうしてもインサイドを攻められるし、うん、これはやっぱりもう仕方ないことだよね、うんうん、あの昔清原さんがよく指揮を受けてたのとはまたちょっと現代でわけが違う。まあでもね清は
やっぱねインサイドは当たっても仕方ないって思ってたと思うよ、はい、やっぱ避けるの下手だったもん。それあえてギリギリまで打ちに行こうとしてた、うん、やっぱ厳しいところよ。ずっと彼は攻められてきたからさ、はい、それを避けたりだとかそれを怖がってたらやっぱもう勝負ができなくなるっていうのはよく知ってたんだよ、はい、で彼も外の甘めに壺を持ってるしね、うん、だからそこを逃す結果になるからさ、うん、インサイドが気になってると、はい、だからあえて避けなかったんだよ。避けるのが遅れるというか、はい、だから周りから見ると下手だったんだけど、はい、彼は決してここを意識したら避けるのは下手じゃなくて、うん、やっぱ自分の打てるボールに対してのアジャストをしてるから逆にもう ここはもう当たってもギリギリまで待つというね、はい、で避けても当たるという、うん、ギリギリ引っ張ってるから衣川、うん、さんもそうだったね、はい、うん、まあ避けるのが上手い人下手な人っていうのはいるけど、うん、だけどインサイドを本当に大げさにバーンバーンって避けてるバッターでいいバッターいないよね。ああやっぱそうなんですね、うん、インサイド強くなれば例えば坂本選手ってすごくインサイドの打ち方とかすごいじゃないですか、うんうん、ってなってくると逆にインサイド攻めなくなるからデッドボールも少なかったりするんですか。あとはね名前だよね。名前やっぱ坂本さんに当てられないよみたいなまあそういうことがあるよ。ああピッチャー陣あるあるある。なるほどね。いやだから王さん長嶋さんなんかデッドボールが極端に減ってきてるっていう。ああ名前が出始めてっていうか、まあ、最初から名前があった人だけど、はい、そういう人たちはやっぱデッドボールが極端に晩年になればなるほど少なくなっていくというね。そのまあ存在感ですよね。存在感だ、はい、当てたら大変なことだね国民を敵にしちゃうみたいなそんな感じだからさあ、まあ、でもそこだから大谷がデッドボールほとんどないでしょ、はい、やっぱピッチャーというねこともやってるから当てちゃいけないっていうところにどっか頭があるんだよ、はい、だからデッドボールがほとんどないないですね、うん、あるわけないじゃんな、うん、当てたらお前日本並び、はい、アメリカの国民もなんかこう敵に回しちゃうんじゃないかっていうぐらいの存在感を醸し出してきてるじゃん、はい、まあやっぱり存在感だよね。まあそのぐらいになってくるとってことなんでしょう、うんうん。だ昔杉本がこれだけ当てられたら日本ハムの選手は誰か当てられてるよ報復は、はい、ああでも当てないでしょ、はい、もったいないもん当てて塁に出る方が なるほど、ね、だから双璧なチームだとちょっと一発いっとけみたいな、はい、そういうこそっということはあるにしても、はい、日本ハムじゃないなまだ当てられ損というまあそうですね塁に出しちゃうわけですからね。そうそうそう。じゃあインサイドでも豊さん例えばインサイドに来て、うん、うまく避けたりとか、うん、なんかうまくさばけたりとか何かテクニックとかってあるんですか。あだから右ピッチャーの場合は俺左バッターで避けるのうまかったんだよ、はい、でも左は避けてると、うんはい、こっから曲がったりとかするからギリギリまで引っ張るんだよねやっぱりね、はい、だから左ピッチャーの方が当たる確率が高かった。あよく当たったここら辺にそんな当たった。あ痛い痛い達川さん頼みますよって悪い悪い言うて私じゃないけ言うてそれはちょっとじゃなかったですか。分かんないけどねまあ多分まあそんな汚いことをするようなチームでもなかったしね、うん、広島がね。あとそのピッチャーのどれだけインサイドつけるかのコントロールとか技術まあまああるよね。もう川口なんかよく当てられたよ。えカーブのですか、うん、えコントロールそうどうだったんですか。悪いよなんですか。縦に悪いピッチャーだったらあの石井和久なんかは、うん、あれだけちょっと荒れ球に見えるけど当てないんだよ。高低にばらつきが出るピッチャーだから、はい、川口は横から投げたりとかいろいろするんだよ自分で投げれないくせにそれが散らばるから当たるんだよ。もう頼むよ川口みたいな。横の変化の人たちは大変ですよね。まあ、横の変化というか、うん、わざと横から投げたりとかするからさ試しに、うん、そんな器用かお前みたいなそうなんですね。いやそうそうそう、まあ、そういうことでよく当てられたけども、うん、まあでも杉本のそら気持ちも分かるよ。怒りたくなるよ、はい、攻めるのは構わないとインサイドに、うん、当てんなよって最低。しかも
当てられすぎですもんね。いやそれと避けられないよ、うん、なかなかあそこは、はい、だってシュートかけてこっちに向かってくるんだもん、逃げても。そうですね、追っかけてきますからね、そうそう、ボールが。いやだからそら杉本は怒るのも分かるし、うん、まあ、ビッグボスの対応ね、うん、まあ、そういうことを考えると、まあなんかこう収めたけどね。そうですね、ビッグボスがね、うん、ただね、やっぱこのデータが示しているように、はい、これはやっぱりインサイド行くわ。そうですね、これだけ打てないってなると、インサイド行けって、うん、いいか、怖がるな当てんのって。いや本当よ。したらお前怖がって、お前甘いとこ行ったらお前紙一重でホームランの壺があるからな、言って言っとけよって、ちゃんとボールにするとかボールにしとけよって言われたら、うん、ボーンって当てちゃうよね。そうなっちゃいますよ。ホームランよりデッドボールの方が痛くはないからね、こっちは。あのこっち側はそうですよね。そうですよね。杉本は痛いだけだから痛いで損してるからな。いやそうですよね。ただ本当のね、あの怪我にならないように。いやそうだよ、そこですよ、大事に至らない。で杉本もこう打ち出すと、うん、やっぱこっちに来るよ、うんうん、だからここをやっぱ克服しないと、いつまでたっても来るということ、はい、だからデッドボールの山になる。またまともでかいしな。いや、まあ、そうなんですよ。でかいんだよ、誰よりも。厚みもあるしね、はい、腕は太いし。そうですね、こんなんやってる場合じゃないんだよ。デッドボールで怒ってる場合じゃない。確かに。もっとケンシロウは痛い目あってるから。そうですね、本当のケンシロウは ね、それでも打ち勝っていきますからね。そうそう、うん、頑張ってくださいよ。はい、はい。